っと見つけたって、そう思った。私の毎日が変わったの。私は星野咲よ。この子はピンくん。オイラは咲のスカイマッチ。こいつを倒して妄想の侵食から現実を守るのよ。私、普通じゃない毎日が楽しいよ。妄想を壊すのが楽しいの。お嬢様、私はそんな。咲き、頑張るっち。ちょっと朝日、早く来なさいよ。女の子一人こんな場所に置いていくつもり？もうびっくりした。可愛いけどぬいぐるみじゃないっち。これはね、すべて現実で起きていることなのよ。おかしいのは私たちじゃない。おかしくなったのは世界の方なのよ。嘘、そんな、違うの。もう一度見つけるから、私が